おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。本日の抽選番号は270人の中153番でした。本日の立ち回りなんですが、今日も過去の傾向同様6台前後の並びの島が5つあると思いますので、そのあたりはしっかりと意識しながら動いていけたらなと思っております。その中で、番号も良くなかったので、1番の狙い台である番長3は確保することができないと思いますので、それ以外の候補の台、マドカマギカシリーズであったりだとかジャグラーシリーズ、そのあたり他のお客さんの動きなんかを見つつ台確保して、実践していきたいなと思っております。前回しっかりと高設定を積もって、枚数も勝つことができておりますので、本日も、しっかりと高設定を探して頑張っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ入場です。100台ぐらい空いてる計算なんでね、パチスロ全員パチスロ行ったとしても、ここの島はきっと無理でしょう。番長の島無理、ここも無理、絆のところも無理、いや全然無理やな。マイジャグめっちゃ人いますね。正直めっちゃきついけれども、もう仕方ないですね。100番以内ぐらい引かんと勝負なんないですね。 S アイムです。6号機のアイムジャグラー、前に期待はできますし、他のジャグラーの方が、早く埋まったんですけど、過去の傾向的に、あんまハイスペックのジャグラーやってないんで、SM が一番ジャグラーの中では勝負になる狙い目になるのじゃないかなと思っております。この台からスタートです。270人の中153番いい番号ではないですが、それでも多少は選べるかなと、前の人がパチンコ行ったりだとか、明らかにメインどころ以外の機種行く人もいるんじゃないかなと思ってましたが、甘かったですね。全然無理。番長、絆、マドカ、ギアスで、マドカもマド2とマドカ前後編どっちも埋まってましたし、なかなか選べるような状況ではなかったですね。僕の中のイメージでは13ゲーム単独20番以内ぐらいまでは番長3に行ってピックです。投資1本20番目ぐらいまでならば番長3行って、それ以降の番号で100番以内ぐらいまでは結構好きに選べるんじゃないかなと思ってましたけど、そんなことなかったですね。今日狙い台を絞っていく上で大事なのが、リノさんが実践した黒バラの収録の時もそうですが、今日みたいに、6台の並びに期待できるだろうという日が過去に8回ありましたと。で、過去8回分のデータを揃え、台番とか機種とかいろんなことを照らし合わせて、傾向とか癖とか、どういった機種に入りやすい、どういった機種にはなかなか入りにくいみたいなのを必死に頑張って探しました。でその中で、番長3に関してはすごい鉄板ですね。8回中7回入ってますし、なおかつ入ってる時もその、じゃあ2台だけとか3台だけとかではなくて6台並んでバーンと入ることが多いと、中には5台しか入りませんでしたということもあるんですけど、大体こう番長3に関しては塊で入るんで、すごい狙いやすいし、なおかつペイアウトも高いから、一番人気だと。でついで、絆とかマドカシリーズであったりだとか、そういったところが狙い目になってくるんですが、ここ最近それこそ本当、リノさんが来た時もそうですけど、結構なんかね、僕が過去に行った黒バラの収録ホールの中では狙い台が絞りにくかったです。なんで番長3以外のってなるとちょっと難しいなと思っていたんですが、でもね、そんな全く選べないレベルの番号を引いてしまったんで、今日は SIM からスタートと。テリー重複ビッグです。
で、まあ、全部埋まってくれたんで、判別は早いと思います。まあ、12台全部がというわけではないと思いますけど、かなり判別は早いかなと。で、まあ、今日はマイジョグラーとか空いてなかったんで、まあ、別にその選択の余地すらなかったんですけど、たとえ空いてたとしても、監督空いてたとしても僕は SY も言ってました。ジャグラーシリーズ、まあ、過去の傾向から考えると6と5、まあ、1対1ぐらいなんですけど、6、3台、5、3台みたいな感じで並べてくることが結構多いんですよ。で、その中で若い番号の方が結構6使ってるなと。例えば、まあ、僕やったら今8、8、9番座ってるんですけど、まあ、左側に8、8、8があって右側に8、1、0の台番があるとってなった時に、6台並んでると、若い番号から3台、6で、で、番号が遅いほど5、6、6、6、5、6、6、6、5、5、5みたいな感じで並んでることが、まあ、たまにあったので、まあ、6か5かなんてね、正直、打ってみて、まあ、5か残念だなとは思いますけど、まあ、その中でも少しでも6を打てる可能性を上げようと思って、若い番号に座りました、アイムの中で。単独178ゲーム、現状、まあ、5台隣、4台隣かのスーパーミラクルジャグラーがレギュラー走ってるんで、やめるそのハードルっていうのはちょっとだけ高いです。でも、まあ、アイムなんで、まあ、アイム座った理由の一つが大移動しやすいからっていうのもありますから、あんまり挙動が良くなかったり、周りの数字がついてこなかったらすぐ大移動しようと決めてましたんで、まあ、ちょっと周り見て、まあ、いい台があれば移動しようとは思いますが、まあ、今のところアイムも悪くなさそうなんで、この S アイム、まあ、ちょっとやめない比重寄りというか、まあ、ただ周りの状況はしっかりと把握したいので、2、30分に1回は周り見ておきます。後ろのアイムが空いたら即移動します。まあ、もう段違いでこっちの方がいいですね。まだ600回転、700回転ぐらいなんで、まあ、その中でこっち側がすごいレギュラーついてるっていうだけ。ただね、1回2回のレギュラー引く引かへんで、やっぱ印象だいぶ変わるぐらいなんで、まあ、まだ全然分かんないと。にしても後ろ側の方がいいです。自分が打ってたアイムですけど、まあ、650と700弱、ここも550ぐらいだったかな、回って、まあ、この3台でレギュラー2回なんで、ちょっとまあさすがに弱いかなと、まあ、1台本当ミラクルが強いだけで、一番右側のアイムもね、レギュラー別についてるわけでもないですし、さすがに粘っていくには少し弱いかなということで、このアイムやめます。めっちゃいいわけじゃないんですよ、窓が前後編めっちゃいいわけじゃないんですけど、まだ400超えた台もないですし、セリフとかも多分あんま良くなかったし、チャンスゾーンも行ってないからやめたんでしょうけど、まあ僕はまだ分からんのじゃないから、もうちょっと回してほしいなと思うんですけどね。僕が今から打とうとしてる台なんて600ゲーム回ってないですから、まあ、1箇所は番長3 でもう1箇所に関してはアイムの僕が打ってたところの裏で、これに関してはまあ2分1外しちゃったんで仕方ない。で、残り見えてないのが3箇所なんで、まあ狙えるとしたらもうこの辺りで、なおかつもう多分今の時間ぐらいが正直最後なんですよね。お昼前なんですけど、まだもうこの時間が最後ぐらいだと思ってます。この並びの6台のところの並びに挑戦できる最後だと思ってます。この稼働率で2000回転3000回転って回っていけばいくほど、やっぱ分かりやすくなりますから、浮き彫りになりますから、まあ後積もできない環境だと思うので、
そうっすね、行きますか。行きます。おお、すいません、さっきのアップの方、キラキラしてる方のアイキャッチが出たら残り66ゲーム以内ですね、にゲーム数で当たりますよと。で現状まどか前後編に関しては通常モードのゲーム数の分布は解析出てますけど、まあ、それ以外にモードの概念というか、いくつモードがあるのかすら分かってないですし、何ゲームで当たりやすいかとかも当たって ないと。ただ総じて言えるのは通常モードの150から200のところとか、300から350のところとか、まあ、1では当たりにくいところですね。普段は当たりにくいようなところで高設定の場合当たりやすいと。タイトル赤、まあ、アイキャッチ出てますんでここで当たると114ゲーム追加投資したんで、その投資2本、しょっぱなワルプル行くかどうか設定差あります。さあ連続演出、ああ大丈夫ですね。少しですが設定差のあるワルプル突入。赤ワルプルギス、追加外れたら追撃、熱い超追撃に格上げしてる可能性あります。あ、熱い、弱手か、来た突撃、どっかで上がってましたね、この弱手かもしれん。さあたくさんループしてくれ、これは素晴らしい。いやーこれはすごい、カットイン、おっと270枚上出来っすね。さあしかも赤ワルプルだったんで5連ぐらいは頑張りたいところ、強攻撃以外では負けてほしくない。あとはもう負けそうな時にいかにレア役引けるかなんでね。あとは歌流れましたね。あー外れからはなし、これ今追撃確定してるんでレア役引ければまた超追撃のチャンス。さあ5連目追撃、10枚、さあ大事な大事な10戦目、レア役の価値がめちゃめちゃ大きい。おお継続、さあいいのくれ、20
10枚。さあ11連目、410枚、11セットで終了です。やっとなんか引けた。さあ本日初マギカアタック、どれが1個つきます。ベルを引けば弱者扱い、強ベルを引けば確定役扱いと。ベル引いてプラス50枚、いた。緑のマギガアタック、マギガレベルぼちぼち高い。緑はチャンスよ、強行リプレイ以外でチャンス、リプレイは絶対引いちゃダメ。よしベル引いたんで弱者扱いと。超えた、紫ワルブルー、マギガアタック強行からワルプルギス。さあ5戦目、勝負の5戦目、きた。まあいかにこの倍数取れるかみたいなところありますからね、ワルプルは。でやっぱここでレア役を引けたらめちゃでかいんですけど、残念。さあ6戦目、これは厳しいか、外れ、あーダメ、外れの 30% でこのねソウルジェムつけたらレア役引けますから、レア役というかね、まあ、ベルでも弱地で 50% で継続ってなるとかなり熱いんですけど、ワルプル中だからいかにソウルジェムつけれるか勝負みたいなところありますからね。110枚、1012枚、デフォルトのセリフです。油断待て、連続演出いくパターンのやつ。エピソード行ったんで、前兆中に引いた、まあ、強ベルで当たって強地引いて昇格したパターンもあるし、ポイントプラス1されたパターンもあるし、いろいろ考えられますね。チャンス目で当たって、チャンス目だと前兆長すぎるか、多分だから強ベルで当たって強地でプラス1ポイント取ったって感じですかね。215ゲーム、油断デフォルトです。121枚、デフォルト221番終了です。まず間違いないのはまず1箇所こっちですね、アイム。でまあ番長3ここですね、バイオもかな、この辺怪しいですね。なるほど、じゃあ4箇所目ここかも、見えてないの1箇所ぐらいかな残り。まあ、でもファンキーも結構いいですよね、ジャグラーが強い。あ、花火の可能性もあるな。もしかしたら花火、新花火、バイジャグ、Sアイム、バイオ、番長3、まあ、これで5箇所かもしれないですね。
当たりましたね。443、一気にバット3人やめて空き台が3台できたんですよね。こうなってくるとちょっとしんどいですよね。残念。一緒に行くかい。193枚。400台3回か。5分の3で400台。あ、これ抜けてましたね。1台抜けてやめたんですね。638がある。あ、これも最後600抜けてますね。ここ角角2が400のとこ超えてるってなるとやっぱちょっと続けにくいっすよね。まあ、ギアス側と窓かと3台3台みたいな可能性もゼロじゃないですけど、ちょっと微妙か。アイムちょっとこっち側弱すぎる気もするんですけど、まあ、僕が打ってた時よりかは全然いいですね。僕が打ってた台も、まあ、反対側も絶好調ですね。今日はもう明らかにめちゃめちゃジャグラーが強いですね。あのアイムだけじゃなくてマイフォーも強いし、ミラクルも強いし、正直だから何台並んでるのか分かんないですね。ここがもう3島4島あってもおかしくないぐらい。まあその5とかも考えたらもうどんだけあるか分かんないです。だ僕が捨てたアイムも、まあ、僕は違うと思ってるんですけど、周りも含めてちょっと弱かったし、あの時から。ただね、ちょっとレギュラー引けばいいように見えるんで、で他のジャグラーすごい強いですから、あ、もしかしたら、まあ、6とは言わずとも、いい状況で打っていたにもかかわらず捨てちゃったかもしれんですね。まあでもあれ100回やって100回やって捨てる、100回やったら100回捨てると思いますけど、粘れないですけど、さすがに後ろ強くて自分側弱くてってなると。まあでも何にせよマイジョアグラー4でミラクルアイムでかなり強い台が多いと。でこっちに3つあったとしたら、もしかしたら番長ないんじゃないかなとも思ってるんですけど、まああると信じたいですねこれは。でまあ他はね、バイオもしかしたらとか花火もしかしたらとかありますけど、まあ正直他の ATR 的に関してはもう打つ必要はないかなと思います。ゾーン狙い天井狙いは別ですけど、まあ高設定狙いで例えば今からあんまり見えてないからっつってあんまり回ってないような機種打つ必要も全くないかなと思いますんで、まあちょっと一旦様子見っすね。まとまぎ前後編打ってましたけれども、まあこの台の挙動自体は、まあ僕が朝一から打ったら多分もう一発二発ぐらい追うんじゃないかなっていうような挙動でした。そんなめちゃめちゃ悪いわけでもないんですけど、まあいい要素もそんなにないといったところで、でまあ僕の挙動どうこうよりも、もうあの窓が前後編全部開きましたし、で左横のギアスも開いちゃったんで、まあもうさすがにないということで、この台見切って、まあ違う台探すなり、周りの状況をしっかり見るなり、ちょっとそっちに時間を割こうかなと思います。今見えてる、6台並びかなって思えるようなところは番長3、これちょっとまあ微妙です。でバイオ7、まあ、これも正直、まあ、どうかなと思うんですけど、まあでも並びでまあこの辺かなって感じ。 ATR 的に関してはこの2つが強いです。であとは、花火2ドン2らへんで、僕が最初言ってた台の後ろの SIM で、あとはマイジャグ4で、あとは、スーパーミラクルジャグラーからマイジャグ3にかけて渡ってるところですね、またぎのところ。まあ、この辺りであの多分5つしかないはずなんですけど6つぐらい見えたりもするんで、まあ、どっかはこう違ったり、シンプルにただただ強い台が集まってたというか、3台4台しかないみたいなことかもしれないです。そしてもうなかなかね、空き台が動かないです。AT とか ART 機に関してはなかなか動かないですし、でノーマルタイプに関しても、まあ、複数人立ち回ってる人も多いですから、で立ち見のお客さんもいるぐらいなんで、まあいい台はさすがに開かないと。多分閉店までいても1台も開かないんじゃないかなって思うぐらい、まあ開いたとしても多分僕が取れないんじゃないかなって、ずっと張り付かない限りっていうぐらいの状況なんで、まあなかなかもうどうしようもないという状況で、このままお店にいても意味はないかなと思いますんで、今日はこの辺りで実践終了とさせていただこうと思います。
577枚でした。お疲れ様でした。実戦が終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、本日は6台前後の並びのところの島を狙って高設定狙いで動いていたわけですが、まあ、朝一 S アイム、まあ、2択を外してしまったのが、まあ、今日の積もらなかった大きな要因といいますか、まあ、その後の動きに関しては、まあ、仕方のないものですし、まあ、違ったですが結果、まあ、窓か打ってしまったも、まあ、僕としては間違いじゃなかったんじゃないかなとも思ってますし、まあ、今日お店の配分としては ATRT 機よりもジャグラーシリーズ野丸ダイブの方がかなり強かったという中で、まあ、過去の傾向をもとに考えるとそういった答えを導き出すことはできなかったんじゃないかなとも思いますし、今日急にふと、ノーマルタイプが強いだろうという予想を立てることすらできなかったので、まあ、今日に関しては、積もれなかったのは仕方ないんじゃないかなと思っております。けれども、まあ、気持ちを切り替えてまた次回以降も、過去の傾向であったりだとか、今までの状況とかデータをもとに、今まで通り立ち回っていけたらなと思っております。本日の結果、投資92枚、回収が577枚、サマイがプラス485枚でした。今日の実戦は勝つことはできたんですが、高設定を積もることはできていませんので、まあ、納得のいく勝ちかどうかを聞かれると、そうじゃないなと思いますので、次回はしっかりと高設定を掴んで勝ち切れるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。